熱狂シャープ大谷翔平経済効果最大の要因。来ましたねがからこうやって軍とアメリカ軍みたいなあれ知れましたね。なんかね、はい、戦いだって言うね。トラウトの持ち方がかっこいいんだよな。なんか待って知ってる感じがそ。選手がピッチャーでしたね。開幕も開幕のそのセレモニーが東京ドームあったんですよ。ありでなんかダンスがあったり女があったり照明があった。あれが6時半19時プレイ後で18時半前ぐらい20分ぐらい始まったのか。はいで真っ暗になって明かりがふーってなって、その前に大谷選手があの一人で球場の中でもう5万人入ってんだけども誰もいない中一人でがり向かったんですよ。でかこんな開幕みんなが緊張してなわけでも自分のルーティンでなんかあるんだろうなと思ったら外野にこうやってボールも手に持って、うん、あのね、得意のこのルーティーンはこれあるんだろうなと思って、それがね、6時過ぎぐらいだったのかな。おんで、セレモニーが始まった18時20分ぐらいに真っ暗なって、明かりがファーってあって、いろんななんか映像とかがあったんだけども、そうするとお客さんもそれをなんか見てるんだけども、そのみんながわーって明かりでそこで集中してる時でも、大谷は真っ暗なが一人で、うん、すごい守るんだルーティーン。いや、これは嫌メンタルが開幕だからいろんなセレモニーがある中でも、はい一人で運やってるからもうそれはやらない、これできるんだってちょっと意識しちゃうっていうか、こんだけ開幕のセレモニーだから、いやもうちょっとさすがにここはっていう感じじゃないんですね。全くないですね。へえ、びっくりしちゃった。ベストを尽くすために何をするかっていう、はい救助だってもう救助た一人しかいないから、うんうん選手が、あともうダンスとなんかやっていろんな国旗が出たりとかして、これでも別に室内でもやれなくはないんです、絶対にやる場所あるから、でもそこ外でやらなきゃいけないって、やっぱ何かを崩したくないってこと、変えたくないんだな。うん絶対同じ、そうだったらいだったらやっぱりさ、ここはちょっと嫌、今日はやめときます、普通に、ま今日はもうセレモニーがあるんだったら僕は中で静かにやりますでいいかなと思うんですけど、まいろんなものをなんか感じときたいんでしょうね。だからその決勝戦のブルペに6回に行くじゃないですか。何もやってない、もうブルペンの雰囲気を感じときたいとか、多分投げる前の球場を感じときたいとか、多分全部が準備だと思うん。6回に行ってで6回攻撃へね、アメリカの攻撃中に投げればいいんだけども、ずっと座って球場を見てるんですよ。そう、うんは投げないんだ、いや僕も思いました、なんで行ったんだろうって見てて思いました。軌道言うあれだったんですか。コーチブルペン保守の話を聞くと、やっぱり雰囲気をちょ少しこう味わいたい、心の準備をしに行ったっていうことは言ってましたけどね。あそうなんだ、やっぱり運ねたち跳ねコーチでしたけど、あの日大谷が投げるの知らなかったんですよ。本当に何それ。7回に大宇選手がマウンドがった時に、あれなんで大宇選手なの、台は9回7とか8回で、その時にあそういうことだったんだ、ダルビッシュ大谷投手で行くんだ、監督かっこいいねって思いましたから、本営ソサヘッドじゃないですか。はい口軽いとか口軽いんですか、いやいや口軽いとじゃない、信用さちょっと軽いかもわかんない、そんなことないです、なんとなくこうイメージはあるんですけれども、6回に大谷がブルフ行った時に、あれ同士なんか言ってるよみたいな、だ我々と同じテンションだったってこと、いやいやほとんど同じでした、投げるのかなみたいなことですよね。そうです、そうです。でも展開によっては投げないっていう展開も栗山さんまた考えてたんですかね。いやーなんかね、噂によると当日ダルビッシュ投手はもう決めたとかね、あで大谷選手も前日の高練習中にこれならいけるっていうの泣けるぞで監督に伝えたっていうので、ピッチングコーチは投げるパターン投げないパターン両方用意してたと思うです。そうことですよね。ほんとギリギリだったんですね。で噂によるといらっしゃった方がね、一緒に旗についてれて入りしてますよねが、いい距離感だったんでしょうね。選手とコーチスタッフとの様態関係が成り立ってないと無理ですよ。これこれ無だから、やっぱ栗山さんとの関係性がしっかりあるからこういう
知念家よみたいなことがなりかねないですもんね。全くないです。そういうの、おこら白井さんだから、おこら言わないでよかったね。栗山監督は、いやでも本当にリーダーがおっしゃったね。あの泥だらけのクローザー、うん、嫌だ言われてみ、こんなにいないからね。最後、いやいやな、そういうなんかなんかで、またそのなんか甲子園じゃないけど、そうなのよ。何かこういうものを、熱いものを、あのユニフォームの汚れに感じちゃうっていうか、野球だよね。ね、いや、それがなんか最後アメリカの野球の象徴のやっぱトラウトを抑えるっていうのがなんかグッときましたよね。うん、野球の神様勝利にも導いてくれることあるけども、はい、やっぱりトラウトと野球の神様引き寄せてくれたの。その前ダブルプレーとかあります、あんなんやあんなのこうけど、こんな完全だ、やっぱすごい。もうあのダブルプレー見た時に、やっこの人すげーなと思いましたよ。やっぱりね、神様いる分で、ほらね、これすごいですよね。あ、これも最後、あー、トラウトとの、これ逆に聞きたいんですけど、皆さんどんな気持ちで見てました？僕はね、これ僕これ見れてないんですよ。これ移動してる体中とかですか？はい、僕はあのせいで見てないです。9回はもう全然見てないです。うわ、そうなんだ、いや思いますよ。僕浮気ついっすね。僕野球好きじゃないですか？知ってますよ、僕野球好きなんで。いだれもうナンバーワンじゃないですか？こんなお仕事やっぱり嬉しい反面で、流行らなければならないこともありますし、やで本当9回の9って学生さんと絶対プロに行くまで通りたい、絶対通るで。やっぱり純也の試合もある。それでもし作ることができたら、いい練習場所ができる。プルの方、早速相川さんに提案のであればですけど、あそこをマウンドにしちゃってうんで、それでお客さん投げて、ただくただそのマウンドも神宮球場のマウンドをまんま再現したのをあそこに備えるっていうの、これどうでしょうか？うん、私も野球少年でしたので、そんな夢みたいなことはございません。あらえこれどな、そんな夢みたいなことはございません。そう、明治神宮野球場は日本で最も多くの試合を開催している野球人にとっての夢舞台、その数通算2万試合、プレ野球に大学野球、さらに都内の高校球球人にとってはまさに聖地と位置づけられる場所なのだが、その一方で他の球場と比べてどっちかというとこう嫌な方なんですけど、まあ、まずは傾斜が低い。傾斜が低いと自然にこう前に突っ込むことによって段が高くなるので、他の球場と同じように投げてると自然にこう段が高く高めに浮いちゃうので、神宮の時はなるべくこういつもより低めに一定意識をしないとえいけないなっていう風には感じてます。はい、プロも苦しめる神宮のマウンドだからこそ、神宮と同じマウンドを作ることには大きな意味がある。そういう風にこう神宮球場のマンドを再現するっていう場所があれば、やはりこうくじだったりとか投げる人にとってはそこで一回へ雰囲気を感じて、まメインに上がるってのは全然違うと思うので、そこはやっぱりこうあったらすごく助かるところじゃないかなと思いますね。神宮球場のマンドがもう一個別にあるっていうのはす特ね、こういうシーンだったいや、印象にないえ、印象にない、あな印象にない、せっかくあの崎山チェックの強化園ってのどうですか？崎山チェックの強化でマザさんのね、あの修行にもなりますし、一般の方で体験したい、あんなんやっちゃダメです。確かに社長もおっしゃってました。そらまさきさん作んなきゃいけないでしょ、でかいよさ大魔人、こうやって。で、さん、そうそうそう、こういう、こういう佐々木さんを作んだそか、あれがあれやあれベース、あの人があんなまっすぐなフォームでまっすぐ行ってスライダー投げたりとか、バカでかいね、そには近くに馬も作んなきゃいけ、負けるからね、サラブレ作んないと、大魔人の銅はさておきアンタッチャブル。とさんがプロデュースするバッティングセンター、その完成が投資さあということで、さお別れですって。うわー、いやよかったね、これ昼間やってるから楽しかったね、いろいろ見てくれると思うよ。これ今回は、ま今回は今回は深い時間じゃない、夜中見てる、見たことないです、見たことないです、見たことないのさ、夜中の見たこと、夜中見たことない、見てよ、ちょっと2時遅い、2時遅い、今回昼間ということだからね、ともご覧いと思います。 WBC のね、また昼間またお二人来てください。はい、深夜の時はもう大丈夫なんで、
昼間そうですね、深夜は深夜の味があっていいですけどね、なんかね、そういやいいですよ、誰もその味を感じてないんですよ。ですかコアな、ちょっとね、夜はコアな話がもっとあります。違って深夜も見ていただきたいね、またぜひとも言うで来てください。ありがとうございます、ありがとうございます、いだきありがとうございました、ありがとうございます。でまた次回夜も見てください。拍手、あら、音楽、音楽、音楽、T、笑い、音楽、拍手、音楽、音楽。3月29日プロ野球ニュース、中居正広&大谷翔平、侍ジャパン世界一。WBC に日本中が熱狂、シャープ大谷翔平経済効果最大の要因。